Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start to rise up and shine. はい、皆さんこんにちは。スーパーデリバリーの新福です。本日はモンタージュの展示会よりクレイさんのブースにお邪魔しております。クレイの原田さん、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。株式会社クレイの原田と申します。よろしくお願いします。はい、まずはじめにご紹介いただく商品が完全有機とジオという商品になっております。こちらはどういった商品になりますでしょうか。はい、こちらの完全有機とジオは野菜栽培用の培養土になります。でこちらなんですけども、野菜栽培用といってもちょっとこだわっているのは有機栽培用の土になります。もうこの土で使って野菜を栽培していただけたらもう有機野菜が出来上がりますと言えるぐらいこう土にこだわったものになります。でこちらなんですけども、まずサイズとしては5リットル、10リットル、20リットルの3つのサイズで展開していく予定になっています。でこちら完全有機土というふうな言葉でちょっと表現させていただいているんですけども、ホームセンターとかで有機培養土というのが売られていると思うんですけども、実は有機培養土というのは有機肥料が入っていれば実は名乗れてしまうというのがありまして、例えば化学肥料が入っていたとしても、有機培養土名乗れるというのがあるんで、実際有機栽培を楽しみたいという方からしたら、実際その家庭菜園でっていうとやっぱ難しい、なかなかそういった有機栽培に取り組むのがやっぱ課題として扱いにくいっていうのがあったんですけども、こちらの完全有機土ジオの方はいわゆる 100% 有機資材で出来上がっているものなので、実際この土でこう育てていただければもう有機野菜が収穫できるというものになります。じゃあこう安心安全でご自宅でも作れるっていうところが魅力的なアイテムということですね。はい、そうです。もうやはり購入していただいた方は何か土を作ったりする手間とかもなく、そういった有機栽培が始められるので、やはりこうベランダとかいわゆる限られた空間で野菜を育てる方でも気軽に有機栽培、有機野菜っていうのが楽しめる、そういった商品になってます。なるほどですね。中の土というのがこちらになってるんですけれども、実際の土がこちらですね。はい、実物になります。こちらの土なんですけども、やはり素材にこだわっている部分というのがありまして、やはりこう有機資材だとやっぱ匂いとか気にされる方もいらっしゃると思うんですけども、今回弊社の方はこういった素材自体も一つ一つこう数値化して厳選して選び抜いているので、実際そういった家庭菜園で楽しんでいただけるようにそういった匂いも抑えたもの、いわゆるしっかり分解されたものですね。完熟分解されたものをこう混ぜ、素材として選んでとして入れ込んでます。実際こちらがそのジオで栽培した野菜になるんですけども、今回ちょっとこうどういうふうに成長したかっていうのを見ていただくために、市販の培養土で育てた小松菜と、ジオで育てた小松菜、この2つのタイプ の野菜を用意しました。こちら全然こう見た目と色も全然違いますね。はい、ありがとうございます。今回小松菜なんですけども、ジオの方は結構大きく育ったんですけども、実は最初はジオの方が市販の培養土の小松菜よりも小さく育ってました。というのもやはり化学肥料っていうのはすぐに肥料効果が効いてくるので、やはり小松菜の方も早く成長が進んだのかなっていうのはあるんですが、肥料っていうのは反対に言うとこう育てているうちにだんだん、水と一緒に抜けていってしまうっていうのもあるので、だんだん成長の方が遅れてきて、で反対とジオの方は有機肥料が入っているので、有機っていうのは徐々に肥料効果が後から遅れてくるっていうのもあるので、だんだん最後の方は市販の培養土よりも大きく育ったのかなというふうに考察しています。あ、なるほど。すごい、もう大きさも色も全然違うので、はい、比較すると分かりやすいですね。はい、ありがとうございます。やはりこう有機栽培なので、育ち方としては野菜本来の育ち方に近くなります。なのでこう、化学肥料で育てるのとはまた違うくて、実際こう野菜本来、必要とする部分のみで育っている野菜になるので、実際食味の方とかも変わってくると思われます。はい、ぜひこちら皆様、これから発売される予定ということですよね。はい、こちらなんですよ。3月21日ですね。これから発売する本当新商品の新商品になりますので、よろしくお願いいたします。はい、皆様ぜひチェックしてみてください。
はい、続いてご紹介いただく商品がアルミニウムポットとウッドスタンドコンビという商品になっております。こちらどういった商品になりますでしょうか。はい、ありがとうございます。こちらなんですけれども、2つの新商品がちょっと加わっているような商品になります。こちらインテリアグリーン用 の、 まず鉢カバーであるアルミニウムポットと、その鉢のスタンドとなるこちらですね、ウッドスタンドコンビという商品になります。こちらなんですけども、まずこのアルミニウムポットの方は素材はアルミでできています。でこちらなんですけども、実際こう観葉植物とか入れていただくようなポットになっています。でこちらなんですが、このスタンドとの相性がとても良くて、こっちのウッドスタンドなんですけども、こういった風にちょっと地面から浮かせたようなデザインになっています。で実際こうこちらこうデザイン性というのを考えてはいるんですけども、ちょっとこういったデザインになっているので、清潔感ですね、あるものになっていて、地べたに置かないので、まあ、掃除のしやすさとか、または床を傷めるというやつとか、そういった機能性の面の部分でも安心して使っていただけるような商品になっています。そうですね、こちら本当にこう、まあ、機能性もいいですし、あとこう清潔感もあるような感じでお使いいただけるので、はい、はい、ありがとうございます。でこちらアルミニウムポットなんですけども、カラーはこのブラックとゴールド2色、でサイズの方はこちらですね、まあ、小さいサイズと大きいサイズの2つのサイズ展開になっています。はい、はい、でスタンドの方、こちらのウッドスタンドコンビの方はこちらのナチュラルカラーとブラウンのカラー、この2色のカラーと、また大きさの方がこのショーと大の2つのサイズ。これ選べるのもいいですね、ちょうど小さいサイズと大きいサイズで、はい、組み合わせとしていろいろゴールドにしようか、ブラックにしようか、それぞれ組み合わせというのを楽しめると思います。またこのウッドスタンドなんですけども、この上と下の上下の足の長さが違うので、あ、本当ですね、こうやってひっくり返して使っていただくと、ちょっと低い高さにも変えられますし、はいはい、反対にこうまたひっくり返していると高い位置にもできる。なのでここに入れ込んでいただく観葉植物によってちょっと高さを変えてみたりとか、または同じ商品を購入していただいて高さ違いでこうディスプレイしてみたりとか、まあ、そういったちょっと遊び心のある商品になってます。はいはいはい、ちょっとなんかこうアレンジが楽しめる感じですね。はい、うん、こちらぜひ観葉植物に合わせやすいようなデザインになっていて、よろしくお願いします。続いてご紹介いただく商品がテルテルというフラワーベースになっております。こちらはどういった商品になりますでしょうか。はい、こちらまずカラーガラスの花瓶になります。でもう見ていただいたようにと、あと名前のようにもうテルテルという名前なんですけども、はい、本当こう可愛らしいテルテルボールのようなシルエットをしております。はい、でこちらなんですけども、まあ、カラーはこちらの2色の展開と、形がですねこうひっくり返したような、それぞれこうものは違うんですけども、上が丸いタイプと上が広がっているタイプですね。この2つの形のサイズ展開になっています。なんかこう面白いですね、本当にテルテル坊主。こちらはなんかテルテル坊主みたいな形で、はい、ひっくり返すとまたちょっとイメージが変わる。また変わってってね。うーん、やはりこうカラーガラスっていうのも人気もあるんですけども、お花を飾っていただかない時でもちょっとこうインテリア性のあるものっていうのもやっぱり需要があるので、まあ、今回こうちょっと遊び心のあるようなデザインになっています。これだとあれですかね、なんかこう一輪挿しに向いてるようなアイテムなんですかね。はい、そうですね、こう例えばなんですけども、この頭が丸い方なんですけども、まあ、特徴的なこの丸い部分、わざとこういうくびれがあるんで、花ってこう長く飾っていくとだんだん切り戻していくと思うんですが、はい、こう切り戻して短くなった茎っていうのも、こういうふうにこの丸みを帯びたところのこうくびれのところに留めやすいので、少ない花でもこう茎が長いものと短いものですね、こう合わせてこう飾ることができるので、まあ、この丸み帯びた方の形であればよりこういうふうに少ない花でもこう綺麗に飾れますし、反対にこの広いタイプですね、広いタイプの方は例えばこうちょっとこう数多く飾りたいなといった時のこうもですね、例えば小さいブーケとか、そういったものをすぐこう投げ込みでこう楽しんでいただける、はいはいはい、まあ、飾りやすいようなデザインになっています。そうですね、これだとなんかこうブーケ入れてもこうまとまってくれるような感じですかね。はい、でぜひこの2色と形違いというのもあるので、こう横に並べてそれぞれひっくり返したのかなと思っていただけるような、置き方というのを楽しんでいただけるかなと思いますので、はい、
こちらの商品は、今発売はこれからですかね。はい、あ、いえ、こちらなんですけど、今発売もしています。入荷もしている商品なので、順次ご注文いただければと思います。はい、ぜひ皆様こちらの商品もチェックしてみてください。